が最後。お願い、今度こそ。子供の頃から好きだったよく知るママ。西方への第一歩がもうすぐ踏める。それが始まる。服をあなた方が成功するための道具にしないで。お前さんの服はそれを着た誰かさんにとってとっておきの服になるのか。服作りを自分の逃げ場にするな。お前の大好物オムライス。不器用でも誰かのために。あんたは何があったって私の大切な妹よ。空の向こう私の生きる場所、私の生きる場所。まなみ、生きるって結構いろんな道があるものよ。一つだけじゃない。大事なのは失敗しても後悔しないように最善を尽くすこと。空からやってきた女の子が悪い魔女を倒すだろう。私のことなんて誰も分かってくれない。私は一人なんだ、不幸なんだってずっと思ってました。でも違った。いつ帰っても迎えてくれる人がいる。これってすごい幸せなんじゃないか。私はこの人たちにとって少しは大切な人間になってる。家族、友達、私は一人じゃない。元気で